はい、皆さんこんにちは、コウヘイでございます。いやーね、年の瀬入っちゃいましたね。まあ、まだね、僕はね、頭の中ね、異次元フェスの余韻まだ浸っておりますけれども、まあ、とはいえね、本日この動画撮ってるのは12月29日でございますね。もう年末も入りまして、まあね、世間はもうお休みムードに入ってる方もやっぱりいらっしゃるんじゃないかなと思います。まあ、僕もね、もう完全に年末年始のいわゆるこのまったりしたムードということでね、まあ、ちょっとね、いつもよりもね、動画編集ね、控えめかもしれませんが、はい、すいませんが、ちょっとね、ご了承ください。ということでね、今回はですね、まあ、動画のタイトルに書いてあります通り、異次元フェス、これはね、ごめんなさい、異次元フェスの T シャツじゃないですけども、異次元フェスがね、もうこうね、改めて数週間、もう経過いたしましたけれども、どれだけすごかったかっていうことについてですね、まあ、その、前回ね、なんだろう、興行収入的なお話、まあ、興行収入とは違うかもしれませんけど、経済効果的なね、お話をしました。数十億円はもう儲かってますよっていうお話をしましたけれども、まあ、今回はですね、まあ、その経済的な面はともかくとして、ファン同士の間でこんなにその交流がよく活発になったなというお話をしていきたいなと思います。異次元フェスが開催される前とね、後とでね、こんなにもその評価が異なってますよっていうお話をね、したいなと思います。まあ、異次元フェスがね、これ最初に発表されたのは確か8月とか7月とかそれぐらいだったと思いますね。はい、いきなりそれも発表されました。アイマスとラブライブが奇跡のコラボみたいな、合同フェスをやりますみたいな、そういう発表のされ方ね、当時されてましたよね。で、しかも東京ドームで本当に全キャスト出演するというですね、展開でしたね。もう当時からもういきなりね、第一弾の発表からもう衝撃的だったんですけれども、その時からですね、ちょっと言われていたのが、これ大丈夫かというふうにですね、当初はやはり皆さんちょっとね、消極的な意見がやっぱり多かったんですよね。要はアイマスとラブライブって全くファン層も違いますし、なんだろうな、まあ、もちろん 2.5 次元コンテンツって意味では共通してるんですけど、ジャンルだったりそこら辺っていうのはね、まあ、同じアイドルとはいえど、まあ、スクールアイドルとアイドルっていう違いはありますけど、ちょっとね、ファン層だったりその文化的な部分もね、違うところがあるので、そのなんだろうな、カルチャーショックじゃないけど結構影響があるんじゃないかみたいな話がですね、ファン層の間で結構出てたんですよね、当時。うん、そういった形で異次元フェスっていう、まあ、もちろんね、内容自体は豪華だけれども、どうしようみたいな感じで結構考えてた方がいたんですよ。まあ、これはね、僕もね、やっぱり皆さんのそういう意見とかも聞いてみてたりとかもしてたので、そこら辺はね、動画でも語ってるんですけども、当時で、あとさらに言うと、異次元フェス開催っていう風に出てて、うわ、すごい行きたいっていう風に思う。まあ、僕はね、もう当初からそう思ってたんですけれども、でもアイマス知らないから行かなくてもいいかなっていう風に思ってた方はね、これ結構いたと思うんですよね。はい、これはね、プロデューサーさん側でもどうもそうだったらしくて、ラブライブ知らないからちょっとなみたいな感じで思ってた方結構いました。僕のね、視聴者さんでもこれね、結構いらっしゃったんですよ。アイマスわからないなみたいな、ぶっちゃけ僕もそんなにわかんないです。はい。まあ、すごい有名な曲とかはね、まあ、知ってるものもたくさんございますけども、当時はね、やっぱり消極的だった方も多い。ただですね、いざ蓋を開けて異次元フェスが開催、そして終了した、ね、今日、皆さんどうですかと。もう意見全く変わってますよね、と。うん。もうね、アイマスのことをむしろ知るきっかけができたと。これはラブライバー、アイマスのね、お互いのプロデューサーさんとですね、交流が深まったっていうのもありますよね。ラブライブでもこんなにいい曲あるんだね、みたいな。逆に、アイマスでもこんないい曲いっぱいあるじゃないですか、みたいな感じで、まさかのね、こんな平和的なお互いのファンがこう交流するというですね、きっかけが生まれた、もう大成功に終わりましたよね。うん。でね、逆にね、アイマス知らないから行かなくてもいいかなっていうふうに思っていた方はですね、ものすごい自分の周りでも後悔してる方はやっぱり多いです。はい。まあ、もちろんね、1日だけ参加、2日目だけ参加みたいな方もいらっしゃったんですけども、両日参加すればよかったですとか、あとはそもそも行かなかったっていう方は、なんで行かなかったんだみたいな感じでやっぱり後悔してる方もいたと。本当にそれぐらいですね、この異次元フェスっていうのは、アイマスとラブライブのこの壁を越えて、で、壁を越えたら本当にどうなるんだみたいな話ありましたけど、結果、ベルリンの壁じゃないけど、こう東西統一じゃないけど、本当にね、平和的に、もう、お互いね、お互いがお互いのコンテンツを褒めて、そして自分たちのコンテンツもいいぞと、プロデューサーさんだったら、アイマスのこれいいぞって布教して、ラブライバーだったら、ラブライブのこれいいぞだったり、
を布教するというですね、あのきっかけが生まれたと、そんなですねイベントになりました。あとですね、これはあの、まあ、もちろんファン同士の交流っていう以外でもそうなんですけども、あのね、構成が全体的に良かったですよね。結構ね、当時もね、やっぱり叩かれてた部分いろいろとあったんですよ。例えばライブの尺が短いですとか、あとはあのなんだ、外部の企画で全然ね、ちょっと異次元フェスとは関係ないいろいろミニ企画とかあったじゃないですか。そこら辺もですね、一部叩かれてた部分があったんですよ。ただこれもですね、結果的に良かったじゃんと、良かったっていうのは、要は異次元フェスがあまりにも良すぎて、あまりにも体力使うもんだから良すぎてね、逆にその箸休めとしてよく、そのなんだろう、休憩時間とかもちゃんと活かされてるじゃないかと。で、3時間半っていう尺も本当にぴったりちょうどよかったなという意見がですね、すごく多く出てましたね。これ4時間とか4時間半とかやったらマジでオタク死んじゃうよという風になってたので、結果的にね、これはね、すごく良かったんじゃないかなという風に僕はですね感じております。はい、めちゃくちゃね、素晴らしい、まあ、展開でしたし、ファン同士の交流っていうのもものすごい良かったなという風に感じました。で、こんなですね、素晴らしいイベントをね、年の瀬の、まあ、今ね、年末ですけど、12月にね、やってくれたってこともね、本当に良かったと思いますし、ね、だからこそね、次のね、イベントに向けての期待値、異次元フェスに対する期待値っていうのも高いと思います。まあ、なのでね、ぜひとも、異次元フェス第2弾も僕に期待したいなと思いますし、そう、あとね、蓮の空もね、今回のイベントですごく注目されてますよね。で、蓮の空はね、まだまだ出てきたばかりの新興的な、要は新しいプロジェクトでございます。今年生まれたコンテンツでございます。なので、ラブライバーおよびアイマスピーの方、それぞれからこう、交流いただいたっていう、交流てかね、その認知していただいたっていう、きっかけもあって、リンクラのですね、売り上げもものすごく上がってると。そういう話もありますよね。なのでまあ、これは別に蓮の空だけじゃなくて、リエラ、虹ヶ崎、アクア全部に言えますし、アイマス側もね、ミリオン、シンデレラ、シャニー、まあ、全てそうだと思いますが、本当にね、いろんなきっかけ、あとミュージカルもそうですね、本当にいろんなね、きっかけが生まれて、公式もね、それに便乗してるという形なので、本当にこれはね、アフターコロナにおいて最高のイベントだったなと、つくづく感じました。もうね、過去のね、その批判をもうすべてひっくり返したかのようなね、もう最高のライブでしたね。はい。いや、こんなね、素晴らしい異次元フェス、本当にね、開催してくれてありがとうございました。皆さんはね、今回の異次元フェスのね、まあ、反響だったりね、その、以前は叩かれてたけど、今はもうこんな感じです、みたいな、感じたことなどあればね、ぜひね、コメント欄にたくさん書いてください。もしね、この動画がいいなと思って、グッドボタン、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。では、以上、浩平でございました。バイバーイ。